ネさん、ロナウドと喧嘩別れでアルナスルを退団。サウジアラビア1部アルナスルのセネガル代表 FW サリオ、マネが同僚のポルトガル代表 FW クリスチアーノ、ロナウドと衝突して電撃退団する見込みとなった。マネは昨夏にドイツ1部バイエルン、ミュンヘンからアルナスルに移籍し、ロナウドと強力にトップを組むことになり世界に衝撃を与えた。しかしロナウドとの不仲が原因でわずか1年で退団することになりそうだ。マネはどこ行ってもトラブルを起こす。リバプールではうまくいきすぎてたんだよな。リバプールが取るかな。連邦280億と62億の仲違い。連邦どれだけ落とせるのか。サラーとも揉めていたし、今度はロナウドとか問題児だな。マネバイエルン時代試合後にサネと口論して暴力振るって処分受けてるし、こんなやつも浦和に行くしかないだろ。時期が悪いマンシーが飛びついたらどうすんねん。でもマーベンチは受け入れない性格だから無理やろな。カバーにもロナウドを嫌がって移籍志願してたな。マネってこんな気難しい人だったっけ。サウサンプトン時代に吉田からも真面目な選手と評価されてたし、リバポでもきっちり仕事してたバイエルンの頃からおかしくなっとる。精神的に疲れたのかな。これぞマネートラブルってか。